勢いをつける。終わりだ。これでもか。先は長い。行くぞ。お前の物語は終わった。
うまくいけよ。どう転ぶかな。これでもか。ぬるいっつな。死の螺旋は俺が断ち切る。死んで楽になるか。常にこうありたいものだな。
備えておこう。燃えろ。いい気になるな。終わりだ。生きて悲しみと戦う。一気に決めてくぞ。任せて。なんで？あんたは下がれ。俺がやる。でもこいつを倒さないと。無理なんだ。パラミティアルール、戦えるべきものだけが戦いを授かる。あんたがどんなに願ってもこいつは倒せない敵だ。歪んだ世界のふざけたルールだ。ぬるいっつな。何なんだルールって。こいつは俺が倒すはずだろ。それが光の戦士の予言なのに。あのね、二人とも落ち着いて聞いて。このパラミティアという世界はいくつものルールに縛られているの。素直に従うのも馬鹿らしい。おかしな決まりばかりだけど、ルールに当てはまらないものは嫌おうなしに異端とされる。そして異端は、異端のものは光の戦士にはなれないんだ。どうにもならないんですか？どうにかなると思ったんだよ。二人ともよく頑張ってここまで順調だったからいけそうだって思ってたのに。マジっすか。俺は光の戦士になれない。
何か言ってあげたら？追い詰めるだけだ。ほっとくの？ついては行くさ。覚悟を決めろ。終わりだ。黙れ。死の螺旋は俺が断ち切る。悲しみと戦う。炎よ。やり。手加減なしだ。いい度胸だ。雑魚が図に乗るな。お願いします。生きて悲しみと戦う。お前の物語は終わった。
あの程度の敵に手こずるなんてらしくもない。疲れてるんだ、休んだ方がいい。休んで治るかな。これどういうことだ。え、ああそれね、こっちの話後で話すから、とりあえずティーダを安全なところへ連れてって。わかった。常にこうありたいものだな。死んで楽になるかも。流れをつかむ。取ったぞ。燃えろ。決まれ。暴れ。先は長い。行くぞ。ティーダが力を失ったのは希望をなくしたせいだと思う。ユーナと一緒に光の戦士になる、そんな希望に支えられて彼はどんどん強くなった。でも突然その道を断たれて。希望をなくして力もなくした。そう、パラミティアでは希望は力よ。俺は実感ないけどな。別に希望なんてない。そりゃ君が歪んでるからよ。希望ないくせに強いだなんてひねくれまくった例外ね。だがパラミティアルールは例外の俺ではなく、ティーダを異端として弾いた。あの、彼はどうなるんでしょうか。パラミティアでは希望は力なんですよね。希望をなくした人はどうすれば。戦えなくても死ぬわけじゃない。普通に暮らすのもありだろう。普通にですか。でも私たちは異端だから弾かれたりしませんか。それはなら次の目標を見つければ。光の戦士になれないからって人生終了でもないし、違う目標を目指してみなよ。今は希望がなくたって新しい目標が見つかれば新たな希望が芽生えるかもよ。新しい希望。
かりしてよね、ユーナ。リードがへこんでるからって、一緒に希望をなくさないで。彼が大切なんでしょ？はい。備えておこう。取ったぞ。見せろ。じゃあな。確実に倒す。まだまだ終わりだ。取ったぞ。常にこうありたいものだな。決めろ。焼き尽くす。どうだ。先は長い。行くぞ。私はもう君を失いたくない。だから私の希望で君を守る。ユーナ、光の戦士になれなくても、希望をなくしてしまっても、君は生きてる。君と生きてる。叶ったんだよ、私の希望。希望が力になるというなら、私の力で君を守る。ユーナが、俺を？うん。ずーっと一緒。行きたいところがあるんです。新しい希望を見つけるために。付き合おう。
マカラーニャの森、聖なる泉。私が希望を見失った時、彼が助けてくれたから。今は私が君に希望を。